グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。サッカーのプレーに、選手の名前が冠されて、くもちいられる例は、クライフターンなどごく、図かのみ。そういったプレーの一つが、ちょ、ど45年前の1976年6月20日に、披露された、パネンカキ、クバ。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、 いつで、どこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、通りであれば、GK の届きにくいゴールの隅を狙って、イシュートを蹴り込もうとすることが多い PK。場面で、あえて中央への緩いチップキックを託して、GK の意表をつく。このキックを、パネンカ。呼ぶのは、元チェコスロバキア代表のアントン・パネンカ氏に由来している。 パネンカガコの独創的なキックを大舞台で披露したは1976年欧州選手権決勝の西ドイツ代表戦。それ、前にも国内リーグなどでは使用していたと出ているが、欧州制覇がかかる最後のキック、有緊迫の場面で繰り出したキックはさ、会に大きな衝撃を与えた。現在では一般的なった PK 戦だが、 この時はまだ導入されたバカの新しいルール。1970年にイングランドで初めて入りされ、ユーロではこの76年大会決勝が初の PK 戦だ。ワールドカップでの初の PK 戦はさらに6年まで実現することはなかった。チェコスロバア代表にとっては初タイトルのかかる場面あり、相手は フランツ・ベッケンバガー氏、およして2年前のワールドカップを制した西、一代表。守るのは、当時世界最高峰の GK だった。で、ゼップマイヤー氏。あらゆるプレッシャーがのしかかる場面で、失敗すれば批判が集中、ることは、間違いないキックを実行し、成功さ、た。多くの者が初めて目にしたであろうプレ、に、その選手の名前が冠されるのも、 当然だと言っていいだろう。次ページ動画これが元パネン化。ユーロ決勝 PK 戦金箔の場面でこの部。<music>